古澤平作は、日本の医学者、精神科医、東北帝国大学助教授。日本に精神分析の技法を導入し日本独自の精神分析学を開拓し、力道的な臨床精神医学の基礎を作ることに貢献した。アカデミズムの世界に精神分析学を初めて導入したのは、東北帝大教授であった、丸井清康であったとされるが、正統的精神分析療法を習得しこれを広めたのは丸井の門下であった古澤平作であった。神奈川県厚木生まれ。旧制第二高等学校東北帝国大学医学部を卒業。同精神科の丸井清康の下で助教授を務めた。丸井と衝突し、1932年から33年にかけてウィーン精神分析研究所に留学。ジークムント・フロイトに学ぶとともに、ステルバの教育分析とフェダーンの指導を受けた。フロイトにドイツ語で論文、罪悪感の2種を提出した。同論文で、古澤は母子関係に潜む和邪性コンプレックスの原型を暗示した。1933年に、博士論文、精神科医理証言史について、で、東北帝大医学博士。1934年精神分析クリニックを開業、1950年より日本精神分析研究会を運営、1955年日本精神分析学会を創設し、初代会長となった。多くの精神分析家を育てた。古澤は、フロイトのエディプスコンプレックスが、父子関係を重視するのに対し早期母子関係に注目した。和邪性コンプレックス理論を唱えた。この日本独自の理論の形成にあたり、古澤が下敷きにしたのは、浄土真宗の仏教者、近住常観とその仏教説法の内容であった。後に、小此木圭吾や土井武雄ら、古澤の弟子たちによって、宗教性を取り除いた形で継承された。森田正武との間で論争を行った。瀬戸内晴美を診察したことがある。旧制日光時代、仏教同好会の寮で、黒川敏夫と同室となり、以後、親しく交わり、ウィーン留学時代を共に過ごした。ありがとうございます。